はい、では全国のスケーターの印象について疑問に思っている皆様、お待たせしました。はい、ということでね、本日もね、セットアップ雑談、これをやっていこうと思うんですけど、まあ、本日のトークテーマはスケーターの印象について、まあこれね、警察ともいざこざがあったりとか、結構そのツイッターでも回ってくるんで、まあ、僕なりの見解になっちゃうんですけど、どうだろうな、その僕は結構その自分がやってるところに警察の方が見回りとか来るんですけど、まあ、普通のパトロールですね。スケーターに対する通報されたとかじゃなくて、普通のパトロールで来るんですけど、何も言われません。なんで、まあ、僕はそういう、なんか本当に警察の人に絡まれたみたいな、絡まれたっていう言い方はおかしいかもしれないんですけど、まあ、通報されちゃったとか、キックアウトされたとかっていう経験がほとんどないので、すごい楽観的な、無責任なこと言ってるかもしれないんですけど、ちょっとそこら辺はご了承を願いたいですね。そういう感じになってしまったら。という感じでね、まあ、断りを入れといて、こっから、セットアップ雑談の方、とかセットアップの方やっていくんですけど、まずね、本題に入る前に、いつも通り、スケートの紹介、今回はどういうのにしましたっていう紹介をしていこうと思います。まず、まあメインはデッキですね。前まで、これ、自分で組んだデッキ、これを使ってたんですよ。自分で組んだじゃないね。自分でペイントした、このヤマトデッキ、で、シェイクジャントのデッキテープをつけて、使ってたんですけど、今回は、まあこれが、前回のデッキですね。で、これを一旦ちょっと置いといて、で、今回のデッキなんですけど、こちらにしました。こちらです。スケートマフィアさんが出してるのかな。ちょっと僕ブランドあんま詳しくないんであれなんですけど、もう、グラフィックで、まあ、一目惚れしたっていうか、まあ、可愛いっすね、この子。可愛いっすよね。うん。この子が可愛いんで、この子にしました。うん。美しいですね。美しい。うん。これを見てね。まあ、エロいと思った人。違います。これはオシャレです。オシャレです。まあ、スケーターの人ならわかると思うんですけど。本当にオシャレなんですよね、これ多分。僕ちょっとよくわかんないですけど。本当にオシャレなんだと思います。っていうところでね。はい。今回はこれです。デッキは。これにしました。ブランド物久しぶりに買いました。まあ、ガールもね、悩んだんですけど、ガールの服買ったんで、ユニクロで。のデッキでもいいかなって思ったんですけど、まあガール結構思い入れのあるブランドでもあるんで、うん。だけどガールでいいデッキがなかったんで、まあ 7.75 インチなんですけど、それで探したらこれが出てきたんで、あ、おお、これめっちゃいいじゃんってなって、この、もう美しいデッキですね。これ本当は怪我したくない。飾っときたいぐらいですけど、まあ僕はバチバチに使っていきます。っていうところで、これにしました、デッキは。で、あとね、今回ウィール変えます。ウィール。ちっちゃくなってきちゃったんで、まぁ、あ、ちょっと比べるのもあれなんですけど、まぁ、あ、わかりにくいんですけど、ボーンズの 53mm で 99A だったかな。で、V5 とかいうやつで、ちょっとこれに関してはもうちょっと調べて、僕なんか情報、V5 とは何か、V なんたら、V1 から5まであるんですよね。1から5か。読み方わかんないんですけど、まあそれの紹介とかもしかしたら作るかもしれないです。僕もなんか気になる、興味のあるところで、あんまり情報もね、さらっと調べた感じ、あんまり深いこと書いてあるとこなかったんで、まあ僕深いところまでいけるかわかんないんですけど、そういった紹介動画出すかもしれないですっていうところですね。であとデッキテープは今回シェイクジャントにしたかったんですけど、まあなんかついてくるっていうことでデッキに、ジェスアップ、これにしました。であとは今まで通りですね、これがなんだっけ、サンダーのチタニウムライトですかね、トラック。ウィールはこれ古いやつなんで、もう置いといて。で、この間使ってたのがインディペンデントの、これ、まあ、わかるかわかんないんですけど、インディペンデントのビス。で、ウィールは、まあ、いろんなところ。今んとこ忍者と、ボーンズと、ブロンソン。今、あ、これ6つしかねえやん。あと2つ用意するんですけど、まあね、今新規であるのが、ブロンソンだけなんで、ブロンソン追加します。ベアリングに関してはね、もう掃除してあります。で、デッキテープなんですけど、今回もちょっと貼ってこようと思います。これを貼って、あ、今から貼りに行って、まあ、動画ではすぐ切り替わるんですけど、そこから本題に入っていくんで、とりあえず貼ってきます。はい、ということでね、やってきました。こういう感じですね。このね、スケートマフィアっていうところだけ残したつもりだったんですけど、まあ、若干ミスっちゃいましたね。まあ、ミスっちゃったっていう話です。でも、いい感じになりましたね。こういう感じで、一応テールとノーズがわかるようにこういう風に、しましたっていうところですね。はい。ということで、まあセットアップ雑談やっていこうと思います。で、スケーターの印象について、ちょっとタイマーセットします。スケーターの印象についてなんですけど、まあ、あんま良くないですよね、正直。うん。
で、まあ、なんで良くないのかっていうのを考え、ああ、ブロンソン。違った。やばい。怒られる。ボーンズ。なんで印象が悪いかっていうところなんですけど、まあ、それはね、まあ、諸説あると思うんですけど、やっぱり、どうなんだろう。全然考えてこなかったかな。なんで悪いかっていうところなんですけど、やっぱり、まあ、うるさいとかそういうのがあって、あ、まあ、もともと印象はあんま良くないんですよね。ちょっとすいません。仕切り直しました。印象って、まあ、スケーター、あんま良くないんですよね。で、まあ、印象が悪いっていうのの一つの理由が、まあ、街中で滑っててうるさいとか、まあ、そういうのもあると思うんですけど、まあ、警察の方が来て、それでもなんかやり続けるみたいな、そういうところがフォーカスされて、まあ正直スケボーをやってない人からしたらスケーターの印象って僕はあんまり良くないと思うんですよ。うん。で、まあ僕それどうしたらいいかっていうところなんですけど、なんか僕は正直そのやっぱり反発するのってあんまり良くないのかなっていうふうに思うんですよね。まあ理不尽なこと絶対あると思うんですけど、ここで警察呼ばれるみたいな、まああると思うんですけど、まあそこはね、僕大人の対応してほしいなとは思うんですよね。まあ僕の考え的にこれ、あ、それは甘いとか、そんなん怒れるわって思うかもしれないんですけど、今はスケートの印象ってすごく悪いんですけど、まあもしこれを、まあ良くしたいっていうわけじゃないですけど、まあ、あんま警察とか呼ばれてほしくないじゃないですか。それどうしたら良くなっていくのかなっていうところで、まあ、僕考えたんですけど、まあ一つの結論ってわけじゃないんですけど、まあやっぱり注意されたら、まあそこでやめるのがいいんじゃないのかなっていうふうには思いますね。そこは一旦引く？っていうのもやっぱ、どんどん印象が悪くな、悪循環じゃないですか。通報されて、はい、警察の方来ました。で、反発して、オラオラってやっちゃう。そうすると警察の人からも印象が悪くなる。あ、スケーターってやっぱりこんなんなんだな、っていう風になってくじゃないですか。うん。まあ、それを、まあ、少しでも良くしていきたいっていうか、もう今後、10年、20年先を見据えて考えていくんだったら、やっぱり、そこはグッとこらえて、あ、スケーターの人って、すぐ、こういう状況になってもすぐ引いてくれるんだなっていう印象を与えて、警察の人からまず信頼を勝ち取っていく。そうすると、通報が来た時警察の人が来て、あ、スケーターの、まあスケーターのね、がどこっていう住民が通報があったとしても、まあここだったらいいんじゃないかっていうふうに警察の人が味方してくれるようになるんじゃないのかなっていうふうに、僕は思ってくるんですけどね。警察も、鬼じゃないんですよ。同じ人間なんで、当然警察の人の中にもスケーターっていると思いますし、まああくまで人なんで、人対人になるんで、どっちが悪いっていうのも判断してくれると思うんですよ。とりあえず通報されたから来るけど、まあここだったらいいんじゃないかなっていうところで OK にしてくれるっていう人も少しずつね、スケーターの印象が良くなっていけば現れると思うんで、まあ僕はあんまりその強く反発するのは良くないんじゃないのかなっていうふうに思いますね。まあ、これ聞いた話なんですけど、人捨てに、まあ、あるスーパーでね、まあ、駐車場かなんかでスケボーやってたんだと思うんですけど、それで、なんか、警備員の人から OK もらってたらしいんですよ。で、それでなんか、普段来ない市の偉い人かなんかが来て、で、まあ、スケボーやってると。で、それをなんかスケーターをその人が注意したらしいんですよ。で、そしたら、そのスケーターが、なんか俺は、警備員から許可をもらってここでやってるんだ、みたいなことを、すごいなんか声を荒げて言っちゃったらしいんですよ。うん。まあ、市の偉い人だからダメっていうわけではないんですけど、なんかそういうことってやっちゃうと、正直、まあ、市の偉い人からは当然、なんだこいつ、スケーターってやっぱこんなもんなんだなって思われるし、警備員の人からも信頼をなんか損なうんじゃないのかなっていうふうに僕は思うんですよね。
せっかくまあいいよって言ってあげてるのに、そうやってね、警備員だったら許可もらってやってんだみたいなって言われちゃったら、警備員の人もなんかそこまで言われちゃうんだったらちょっとやめさせた方がいいのかなみたいな。結局それで怒られるのって警備員の人じゃないですか。また市の偉い人から怒られるのって誰かって言ったら許可した警備員、まあ、あるいはスーパーのまあ偉い人に行って警備員がその後怒られるのか分かんないですけど、そういう風になっちゃうとやっぱ警備員の信頼も失う。どうせ何回も来るやつじゃないんですよ、そいつは。そいつはって言っちゃダメですけど、まあ、たまたま通りがかってそうやって言われたみたいな感じなんで、そこはね、あ、そうですか、あ、やべ、これ逆やん、気づいてた気づいてた、なんか喋っとったら逆につけとったわ。あ、まあいいや、後で直そうね。結局そう、何の話してたっけ、まあ、そんなに来る人じゃないんで、あんまり言い過ぎちゃうとね、結局自分が言いづらくなる。なんか吠えちゃうとそこのに行きづらくなるっていうか、やっぱり住民の人とか、まあ他のね、いろんな人から警戒されちゃうと思うんですよ。あ、スケーターってこんなもんなんだっていう、まああくまでイメージでしかなかった、スケーターって印象が悪そうなイメージだなっていうイメージしかなかった人がそれを目の当たりにしちゃうと、あ、やっぱそうなんだっていう偏見を持たれかねないと思うんですよね。なんで僕は、まあ、吠える場合は、吠える場合はっていう言い方あれですけど慎重にね、なった方がいいと思うんですよ。まあ本当にその時だけ楽しければいいやっていうね、そういう考えの人もいるかもしれないんですけど、なんかあまりにも自分勝手になりすぎないっていうのが大事かなっていうふうに思いますね。まあ、結局スケーターの印象を悪くしてるのは、はっきり言って、まあ一部の、ね、一部の悪いスケーターで、もう本当に多くの人は、全然そんな、ね、いい人ばっかりだと思うんですよ。まあこういう印象の悪いものって他にもあって、まあ僕がいつも持ってるのはバイクですね。バイクってはっきり言って印象良くないじゃないですか。イメージですけど、本当普通のね、いいライダーさん、優しいライダーさんっていっぱいいると思うんですけど、やっぱり一部のね、まあ、あの、暴走してるような人たちがいるから、あんまり、その、バイクの印象って良くないですし、まあ、プリウスとかもそうですよね。別にプリウスが悪いわけじゃないんですけど、なんか目立ってプリウスが悪いみたいな感じになるんで、まあ、売れてる数が多いからっていうのが一番の理由だと思うんですけど、プリウスの事故が多いっていうのは。車の絶対数が多いんでね。なんですけど、なんかプリウスばっかりフォーカスされてプリウスが悪いみたいな感じになるじゃないですか。いや、結局印象ってその程度のもの、イメージ、偏見、その程度のものなんですよね。目立ってるだけ、一部の人が、まあはっきり言ってその一部の人たちのせいでこっちが被害を被ってるっちゃそうなんですけど、まあ絶対一定数いるんで、そういう人たちは。まあそこは、しょうがないかなって捉えて、まあ少しでもね、印象を良くしようっていうことで、あんまり僕は、吠えるのは良くないかなっていうふうに思うっていう話です。吠えるっていうか、反発するのはね。絶対いいことないですから。結局自分らも気分悪くなって、警察の人も気分悪くなって、住民の人も、あ、結局そういう奴らなんだっていう風になるんで、まあいますけどね、そのもうスケーター見たら即通報みたいな、そういう人も、もうスケーターになんかされたのみたいな、そういう人もいると思うんですけど、まあね、もうちょっと、どのオリンピックも決まったことですしね、まあそれでなんかスケーターの報道も多くなってますけど、逮捕とか、そういった報道も。でもね、逮捕される人って僕よっぽどだと思うんですよね。よっぽどやってたんだろうなっていう。
まあそういうのが報道されちゃうとまたスケーターの印象って悪くなるんですけど、どうしたらいいんですかね。まあ僕も結論が出てるわけじゃないんですけど、まあ僕は少しでもっていうところでやっぱりなるべく気を使う、例えばまあ本当人通りが少ないところで基本やってるんですけど、まああの人が来たら一旦乗るのやめるとかね、うん、カラーコーンとか置いてたのをちょっと人が通りそうだったらちょっと避けるとか、うん、まあ僕はそういう地道なとこからやってますね。まああと僕公園でやってるんで子供が来ることあるんですよ。もう子供に当てちゃうとちょっと本当にまずいんで、子供が近づいてきたら乗るのやめるとかね、はい、まあ、公園ってまあみんなのもので自分のものじゃないんで、やっぱみんなでね譲り合って使っていくのが大事だと思うんで、そういうところは意識して僕はやってますね。うん、まあ今回もね話がまとまってなかったんですけど、用意してた内容としてはこんな感じですね。まあ、あとベアリングつけてウィールつけて完成なんで、ちょっとちゃちゃっとやっちゃいますわ。ということでね、完成、サンプあるね。はい、ということでね、完成しました。こんな感じですね。いい感じじゃないですか？ほら。いい感じですよね。ここがね、ここっすよ。映ってる？これあんまり映しちゃうと良くないのかな、YouTube 的に。ね、テールのとこいいよね。あの、僕は、深くは言いません。いいよね。っていうところで、まあ本日こういう感じで出来上がりましたっていうところでね。これもいいっすね。これ。なんかかっこよくて。期待してます、僕はこのウィール。いつもより若干ですけど柔らかい感じなんで、まあ、どういう感じかなっていうところですね。まあ、一番硬いのじゃなくて一段階下げたみたいな。結局どっちもストリート用なんですけど、まあどっち選ぶかは好み。ですね。まあ、今回ちょっと一段柔らかくしてみた。今まで一番硬いやつ使ったんですけど、スピットファイヤーの方のね、ちょっと柔らかくしてみましたっていうところです。はい、ということでね、本日は、スケーターの印象についてトークしてったんですけども、また、まあ、話の内容がね、まとまってなくて、浅はかな感じになっちゃったんですけど、まあ、反発する際はほどほどにっていうところですね。あんまり強くやっちゃうと結局自分がどんどん損していくっていう風に僕は考えてるんで、うん、まああまりにもね理不尽なことってよくあるとは思うんですけど、そこはぐっとこらえるのが一番なんじゃないかなっていう、まあ、やるとこねえわっていう風に思っちゃうかもしれないんですけど、本当にやるとこないとこないっていう可能性もあるんですけど、そこはね頑張って探すかするしかないのかなっていう、まあ環境的にもね、日本ってスケボーを少しやりづらいところはあると思うんですけど、それを承知で始めてる人って、まあ、やってる人ってそれを承知だと思うんで、僕は。そこはね、ぐっとこらえてほしいかなって思うんですけど、まあ僕が実際その現場に、陥った時、理不尽に通報されてみたいな感じになった時に、どうなるかわかんないって。っていうのがあるんですけども、まあことを大きくすると、自分はが損をするっていうふうに僕は思ってるんで、なるべくね、穏便に済ませるのがいいのかなっていうふうに思います。今後のね、ほんと10年、20年、30年後までスケート、日本のスケボーっていうのをね、まあ、印象、その印象を変えていこうって思ったら、まあ地道なところからやっていくしかないのかなっていうふうに思います。まあただね、いるんすよ。スケーターの印象なんてこんなんでいいわっていう。まあ、いるんすよね。うん。まあそれも、ね、一つの、選択肢っていうか、確かにそうなんですよ。スケーターって印象が良くなりすぎてもちょっと気持ち悪いところがあるじゃないですか。
まあ難しいところなんですけど、まあそういう感じの今回は話でしたっていうところですね。僕の話がどうこうじゃなくて、まあ一度その印象について考えてみてくれたらなっていうふうに僕は思ってます。で、これが鳴っちゃったんでね、本日のセットアップ雑談は以上になります。まあ出来はこんな感じで綺麗に出来上がったんでね、僕は大満足です。まあこれでね、今後試乗する動画もちょっと撮っていこうかなっていうふうに思ってます。というところでね、本日の動画は以上になります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。この動画のコメ欄ちょっと怖いな。